アメリカに行くんですけど、またばらまきに行くんでしょうか。でその43兆円ってさっき言いましたけれども軍拡ですね、ここに関しても当然、アメリカ製の、武器であったりとかさまざまなものを買わせていただくっていうものも含まれているわけだから、でこの先さらに有事には、自衛隊はアメリカの指揮下に入る、これも昔からの公文書で決まってるんですよ。これは米軍の指揮のもとやっていくっていう、米軍の二軍として働いていくっていう、まずやられるのは自衛隊だってことです。本当に許せないというか、なんだと思ってんだ自衛隊をってことですね。本当にこの国に必要な専守防衛であったりとかで、何よりも災害の時に多くの方々を救ってる、やってることむちゃくちゃですよ。お前アメリカ行ってる場合ちゃうやろって、お前能登に入れよってことですよ。それが本当の国益ですよ、はっきり言っちゃえば。安倍なんていうやつは自分の権力のことだけ考える男、統一教会に国民を切り売りした売国奴、裏金でも国民を裏切る売国奴、自分の権力のためには戦争でも追っ始めるのが得だと考えるやつ。安倍の売国奴は台湾有事の話、煽るよ、見てね、安倍、煽るよ。台湾有事、それは日本有事です。すなわち、日米同盟の有事でもあります。この点の認識を、北京の人々は、とりわけ習近平主席は、断じて見誤るべきではありません。もう、打撃力を持つ、反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これは戦争をしようということではないんです。彼らが必ず。